皆さんこんにちは、大樹です。昨日講演会の後のね、懇親会で、参加の男性に声かけられて、ちょっといいですかと。で、なんか最近仕事で、まあ、会社で、人前で話す機会がこう増えて、でもなかなかうまく話そうとすると緊張しちゃうんですよねと。で、なんか話し方のコツありませんか。素晴らしいですね。まあ私は結構いろんなところで自由に好き勝手話してるし、まあ分かりやすいなんて言ってもらえたりとか、ね、あっという間に時間過ぎたなんて言ってもらえるので、やっぱりなんか秘密があるんじゃないかと思って結構いろんな人が質問してくれるんですけど、で、まあもちろん一般的にそのこういうふうに、考えてこうやったらいいっていうのはあるんですけど、まあこっちはコーチなんで、だからちょっと逆に質問していいですかっていうふうに聞きました。で、緊張しちゃうって言うんだけどもうちょっと教えてって、いややっぱりね、もうちょっとうまく話したいと思ってって言うんですよね。あ、OK、分かりましたと。うまく話したい、どうしてですかねって言ったんですよ。で、ってね、なんかうまく話したいって何のためですかってこう聞いたんですね。そしたらうんって言いながら、なんかできる人だと思われたいとね、あるね、やっぱり会社だったら、部下にできる人だと思われたいとか、上司にできる人だと思われたいとかね、同僚にもあいつすごいと思われたいって、まああるわけです。で、あ、そうですねと。で、逆にうまく話せないことで、うまく話せないと何が問題が起こるんですかって聞いたんですよ。そしたらね、なんかこう部下に舐められるんじゃないかっていうわけです。ああ、そうですか、分かりましたと。じゃあちょっと考えてみてくださいと。別にあなた何やっても舐められないと。で、舐められるの反対なんですか。まあ尊敬されたり敬意持たれたりとか尊重されたりとか、まあそうですねと、認められたりとか、 OK、 分かりました、じゃあ認められますと。あなたは認められます。で、認められたら本当はなんかどんな自分でいたいですかって言ったんですね。そしたらさすが大阪ですね、面白い面白い人だと思われたい。あ、どうしてって、やっぱりみんなで一緒になんか面白い雰囲気の中、楽しい雰囲気の中で仕事できるのがやっぱり気持ちいいからっていうわけです。で、本当にちょっとこう言ってくれませんかって、もううまく喋ろうとする必要はないって言ってくれませんかって言いました。で、本人が言ってくれたんだね、もううまく話そうとする必要はないって。どうしてって聞いたら、あ、気がつきましたってうまく話しても楽しい雰囲気にはならないから、あ、そうだよねって本当の目的を忘れちゃうんだよね。なんかで、本当の目的を忘れて、その前にね、舐められるんじゃないかとかって恐れが出てくるから、で、うまく話そうってなって、で、うまく話そうとするから余計、普通に話してたら自然なのにこうガチガチになって、で、舐められるかもしれないって雰囲気になって、ますますうまく話そうとしてガチガチになって、で、本当の目的から外れてくるっていうことなんですね。だからやっぱりね、なんかその自分の恐れっていうものとか不安っていうものにこう気がついて、でそれがなかったとしたら望んでるものっていうのをどうやったら手に入れるか、そしたらもっと率直に言えばいいし、何でも言いたいこと言えばいいし、思いついたこと言えばいいし、でなんかもうかっこつけんのよしにしたって自己開示しちゃった方がいいし、その方が楽になりますねってこう自分で気がついて、すごくすっきりしてくれました。で、本当の目的に気がつく、大切ね。でもなんか恐怖があったり不安があってブロックがかかってると気が付けないことがあるからね、解除して考えるといいという、まあこういう話です。参考まで。